ディアゴ・アンドレ・バラタ・フェイオ・ペーショット・アポローニャは、ポルトガル・リスボン出身の卓球選手。リスボン出身。長年にわたって、ポルトガルの卓球界を支え、マルコス・フレータス、ジョアン・モンテーロとともに、ポルトガル三重師として知られる。2019年の世界選手権ブダペスト大会では、ジョアン・モンテーロとのダブルスで、銅メダルを獲得した。 2008から2009シーズンから2012から2013シーズンにかけて、ドイツブンデスリーが一部のオクセンハウゼンに所属していた。2018から19シーズンは、T リーグの TT 色取り玉でプレー2019年4月、TT や玉との契約を満了。現在は、ブンデスリーが一部のノイユルムに所属している。柔らかなボールタッチをしており、 多彩な技術を持つ典型的なオールラウンドプレイヤー。フットワークを効かせた威力のあるフォアハンドドライブが武器。身体能力を活かしたフィッシュも上手で、後陣まで下げられたとしても、守備範囲が広く、相手がミスをするまで粘り強くしのぎ続ける。ありがとうございます。